スピンホール効果は1971年にロシアの物理学者ミハイル・アイ・ダイアコノーブとウラジミール・アイ・ペレルにより予測された輸送現象。これは電流を運ぶサンプルの側面上でのスピン蓄積の出現からなり、スピン方向の符号は対する境界において反対である。円筒状のワイヤーでは電流により、有機された表面スピンはワイヤ周りに巻きつく。 電流の向きが逆になると、スピン配光も逆になる。スピンホール効果の図逆スピンホール効果の図スピンホール効果は、電流を運ぶサンプルの側面上でのスピン蓄積の出現からなる輸送現象である。対する表面の境界は、反対符号のスピンを有する。これは、磁場中で電流が流れる資料の対する側面に、反対符号の電化が現れる。 古典的なホール効果に類似している。古典的なホール効果の場合、境界での電荷の蓄積は磁場によりサンプル中の電荷キャリアに働くローレンツ力の保障である。純粋にスピンを元にする現象であるスピンホール効果には磁場は必要ない。スピンホール効果はスピン起動相互作用に由来し強磁性体で長年知られている異常ホール効果と同じ部類に属する。 スピンホール効果は1971年、ロシアの物理学者ミハイル・アイ・ダイアコノーブとウラジミール・アイ・ペレルにより予測された。彼らはまた、初めて、スピン流の概念を導入した。1983年、アバー・アッケルとダイアコノーブは、半導体の光スピンハイ効果で、逆スピンホール効果を測定する方法を提案した。この考えに基づく逆スピンホール効果の最初の、 実験的実証は1984年にバクンダにより行われた。スピンホール効果という用語は1999年にこの効果を再予測したヒルシュにより導入された。実験的にはスピンホール効果は最初の予測から30年以上後に半導体で観測された。二つの可能なメカニズムが電流がスピン流に変換するスピンホール効果の起源となる。 ダイヤコノオブとペレルにより考案された最初のメカニズムは逆スピンを有するキャリアが材料中の不純物と衝突する際に反対方向に散乱するスピン依存のもっと散乱により構成される第二のメカニズムは物質固有の性質によるものでありキャリアの軌道が物質の非対称性の結果として生じるスピン軌道相互作用により歪められる電子と回転する テニスボールの間の古典的なアナロジーを用いることで本質的な効果を直感的に描くことができる。テニスボールは空気中で回転方向に依存する方向に直線経路からそれマグノス効果として知られる。答えでは空気は物質の非対称性に起因する有効磁場に置き換えられ磁気モーメントと天井の間の相対運動が電子の運動を歪める結合を生成する。 普通のホール効果と同様、外因性及び内因性メカニズムの両方が、反対側の境界に反対符号のスピンの蓄積をもたらす。スピン流は2回転ソルクワイッチにより記述され、1番目の指標は流れの方向を指し、2番目の指標は流れているスピン成分を指す。したがってクキシーは X 方向のスピンの Y 成分の流れ密度を表す。また、 電化流密度のベクトル G を導入する。スピンと電化電流の間の結合は、スピン軌道相互作用に起因する。一つの無次元結合パラメータ Y を導入することで、非常に簡単な方法で記述することができる。スピンホール効果に磁場は必要ない。しかし、表面のスピン配光と垂直な方向に十分強い磁場を印加すると、スピンは、 磁場の向きの周りを再作運動し、スピンホール効果は消失する。よって、磁場の存在下では、正スピンホール効果と逆スピンホール効果の組み合わさった作用は、サンプル抵抗の変化をもたらし、スピン起動相互作用での二次効果である。このことは1971年にすでに、ダイヤコノーブとペレルにより指摘されており、後に、ダイヤコノーブにより衝突された。 近年では、スピンホール磁気抵抗効果は、磁性材料と非磁性材料の両方で、実験的な研究が広く行われてきた。ライフシッツとダイヤコノオーブにより、スピンと流れの方向の交換からなるスピン流の変換が予測された。よって、Y に沿って分極されたスピンの X 方向の流れは、X に沿って分極されたスピンの Y 方向の流れに変換される。 この予測はまだ実験的に確認されていない。正スピンホール効果及び逆スピンホール効果は、光学的手段により観測することができる。スピン蓄積は、透過光のファラデー変更回転や放出光の円変更を有機する。放出光の変更を観測することにより、スピンホール効果を観測することができる。最近では、 正と逆効果両方の存在が半導体だけでなく金属においても実証されている。スピンホール効果は電子スピンを電気的に操作するために使うことができる。例えば電気的格反効果と組み合わせることでスピンホール効果が局所的な電動領域においてスピン分局をもたらす。ありがとうございます。